ルネブスケは、フランスの政治家。第二次世界大戦中の1942年に、警察長官として、ユダヤ人の一斉検挙を指揮して、強制収容所送りに協力した。1978年に過去が暴露され1991年に起訴されたが1993年に暗殺された。モントーバン出身。政治的には、急進社会党に近い行政官として始まり、1930年代には内務畑の高官として過ごしピエール・ラヴァルと親しくなった。人民戦線政府では極右対策室長を務めた。ビシー政権下でマルヌ県知事となり、翌年にはシャンパーニュ地域県知事の権限を得た。そこで行政と経済の再建に努めた異独、協力政党とは距離を置いていたが、政府の指示通り共産党員の監視と抑圧した。そして1942年には警察長官に任命され、ユダヤ人や皇族派の逮捕を指揮した。7月16、17日、フランス北部でベルディブの一斉検挙として知られている大規模なユダヤ人の強制連行を行った。捕らえられたユダヤ人たちは、パリ北部のドランシー収容所とパリ15区の冬季競輪場の2カ所に分けて収容された。競技場に収容されたユダヤ人たちは5日間食べ物も水も与えられず、劣悪な衛生環境に置かれ、その後はフランス国内にあったいくつかの収容所に一時的に送られ、やがてドイツの強制収容所に送られ、ほとんどが死亡した。ブスケはラヴァルの片腕だったが、民兵団との勢力争いに敗れ、密かに抵抗派を釈放したり公文書を焼き捨てたりした。1943年にはドイツ当局は彼を左遷し、休職にした。6月にゲシュタポに逮捕され、ドイツに移送されたが、戦後の1945年に帰国した。帰国後、ユダヤ人を収容所に送った罪を問われ、フレーヌ刑務所に収監されたが1948年に、仮釈放され翌年の裁判では、反祖国罪で5年の公民権剥奪が宣告されたがレジスタンスに参加したことが考慮され、罪は相殺された。その後、大手銀行と急進社会党に庇護され、インドシナ銀行に勤め1958年には政界に出馬しようともした。しかし、1978年に対独協力者によって、過去が暴露されインドスエズ銀行を辞職。1989年に告訴され1991年に起訴されたが1993年に内務省の役人と偽って自宅を訪問した49歳の男によって銃殺された。男の動機はマスコミから注目されることで政治的な理由はなかった。ありがとうございます。